皆さんこんにちは。私は ISF 独立言論フォーラム編集長の木村明です。今日は、作家の森江真由美さんにゲストとしてスタジオに来ていただいております。森さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、実はですね、森江真由美さんとはですね、福田村事件の映画批評を ISF に寄せていただいた西村雄一郎さんからのご紹介でしたね。あ、映画評論家のね。そうですよ、映画評論家です、ね。長に住んでる人ね。あ、そうなんです。はい。飲み仲間です。あ、そうなんですね。はい。まあ、福田村事件、映画のことについても後から少しは触れていただきたいと思いますが、実はですね、森真由美さんはこの、聞き書き関東大震災という本を、今年、関東大震災100周年に合わせて秋書房から出されておりますね。はい、9月1日に。はい。これ私、購入して読ませていただきましたが、ものすごく詳細なこの証言というか聞き取りですよね。はい、ありがとうございます。はい。それで最初に少しだけお聞きしたいのは、この本を出されることになった契機は、実はずっとこう26年間ですか、出されてきた、この屋根線、はい、地域雑誌屋中根津千駄木っていう、3つの地域の名前の頭文字を取ってるんですか。はい、木村さんは今鹿児島とかね、沖縄の方にいらっしゃるから、はいはい、東京の都心の話はあまりご存知ないかもしれないんですが、はい、屋根線っていうのは、今ね、谷中根津千駄木ってね、谷中根津千駄木、はい、その3つの地域ですね。はいはい、台東区の谷中と、それから文京区の根津と千駄木の地域のローカル地域雑誌を、はい、はい、それがこれが一つで、これはその24になってますけどね。1990年ぐらいに、はい、これで、ごめんなさい、今日ちょっと風邪ひいちゃって、震災特集をやろうと思って、はい、でもね、これ1号時からですから、1984年ぐらいから、はい、84年から2009年の26年間続けられてきてるというね。はい、そうなんですね。その間にとりあえず、はい、地域の古い方にお話を聞いて、地域の歴史を記憶を記録に変えていこうっていう運動をやってたんですね。関東大震災に学ぶっていう特集をずっと続けられたんですね。いや、関東大震災だけじゃなくて、何でもかんでも聞いてたんですけど、でも必ずお年寄りが話すことの中に、関東大震災と、東京大空襲ですね。ああ、東京大空襲もね。大がついてるんですけど、はいはい、大きな大事件だったわけですよね、うん、彼らにとっては。それで、まあ、それが集積したのが94号を出したのかな、はい、その間にいっぱいあったので、ああ、そうだ、来年は100年だけど、うんうん、去年思いついたんですね。とにかく、これはもう今から聞けない話ですよね。はい、100年前に生きてた人って、物心ついてた人は105歳とか110歳じゃないと覚えてないはずだから、やっぱり私の聞いたことはもしかしたら大事なことなんじゃないかと思って、はい、まあ、仲間が何人かいて、スタッフで3人で聞いてたんですけども、まあ、そこで聞いた話を一応時系列的にまとめ直して、で関東大震災っていうのは一体総体としてどういう体験だったのかっていうのが ほとんどないんですよ。で、私はそれは福田村事件にも関わるけど、関東大震災っていうとどうしても朝鮮人の人たちをの虐殺っていうのがたくさん本出てるんですよね。はい、でそれはそれですごく大事なことだし、はい、まだまだやんなきゃいけないことだし、名著も多いんですけど、うん、まあ、私としてはそうじゃなくて、こう普通の人が体験した関東大震災って何だったのかっていうのをきちっと伝えておきたいと思ったんですね。はあ、はい、はい、で、これからですね、この本を中心にですね、少しお話をですね、はい、お聞きしたいと思いますが、冒頭に非常に分かりやすくですね、はい、関東大震災のことと、教訓的なものもですね、書いていただいてますので、少しご紹介させていただきますか。あ、はい、あ、私がですかね、はい、いや、私の方から最初、はい、で、また説明をしていただければ、はい、はい、
今年2023年は関東大震災から100年に当たると、1923年大正12年ですね、9月1日午前11時58分32秒にその地震は起こった。震源地は相模湾海底、地震の大きさはマグニチュード 7.9 と言われていると、はい、関東大震災は地殻を構成するプレート同士が接触面で一気にずれ動くことにより生じた地震であって、震源域の近い地震としては元禄16年の元禄地震、これはマグニチュード 8.2 があり、このような巨大地震の発生間隔は200年から400年と推定されていると、うん、揺れは首都東京、横浜、鎌倉、小田原など神奈川県、千葉県など南関東の広範囲に及び、崩壊、地滑り、土石流、地盤の液状化、地割れ、沈下があり、熱海で12メートル、立山で9メートルの津波も起こった。その後に起こった火災などにより死者、行方不明者は約10万5000人とされると、はいはい、すごい損害を、受けたと思いますし、全壊全焼、流出家屋がなんと29万3387戸と、うん、紹介されております、はい、数字ってねすごいバラバラで、はいはい、いっぱい資料を読めば読むほどね違う数字が出てくる。あでね、意外にこの内閣府の中にね、はい、すごくいい今までの地震の教訓に学ぶ委員会というのがあって、はい、そこが割とちゃんとした資料をたくさんね、はい、出してます。だから松野官房長官が言ったようにね、殺された人の数とかもないわけじゃない、そこにあるんです、うんうん、だけど数字をやっぱりきちっと追っておくことが大事なんで、最初にそういうふうに書きましたが、はい、10万5千人がいっぺんに死んだ天災っていうのはもうこれ近代最大の震災なんですよね。ですよね。だから神戸の震災とか、うん、あと 3.11 の東北の東日本大震災が起きるまでは、まあ、私たちは震災といえば関東大震災のことだと思ってましたもんね。そうですね。はいはい、うん、そういう被害も得たということなんですけれども、ね、特定の場所でかなり集中して亡くなられてますよね。そうですよね。一番多かったのがよく言う本所被服廠、あとですね、被服廠っていうのは軍服を作る工場があったところなんですね、うん、そこが2万坪ぐらいありまして、現在の墨田区東条の本所区、そうですね、今の どこだろうな、どこに近いんだろうな、うん、お相撲の国技館のあるような近くですよね。だから今あそこの裏のところに震災記念公園と、はい、慰霊堂が建ってますよ ね、 そうなんですね。あそこなんですよね。あそこに2万坪の広さのとこに4万人以上が逃げ込んだんですよね。そして3万8千人近くが亡くなっている。だからあそこで生き延びた方が2千人しかいない。それだけ集中してたんですね。で、あの後にあそこに誘導したね警察の署長さんが責められたりしたんだけど、はあ、私は地図で調べましたけど、はい、他ですどこも逃げるとこないんです。だからたまたまあそこが2万坪空いてたからあそこに逃げ込んだのはある意味仕方ないっていうかね、はあ、普通当然の成り行きなんですけど、ただ皆さんなんか火災道具まで持ち込んだということで、それで身動きが取れなくなって逃げ出されなかったということもあったんですね。関東大震災の一番の、はい、教訓は手ぶらで逃げろってことです。地震が起きたら手ぶらで逃げろが教訓となったとご紹介されてますよね。はいはい、確かにそれはそうですよね。まあ、上野の山もそうなんです。だから上野の山よりも隅田川沿いっていうのは全部低地で、浅草海食街っていうんですけども、そっちの辺の人たちも逃げるとしたら上野の山に逃げるしかないんです。だから上野の山は一番東京で一番たくさん逃げた避難民が多かったとこで、はい、なんと最大時は50万人いたんです。50万人もですか。50万人当時の東京の人口は248万人と言われてますね、うん、でもまあ50万人そこ来てもまた別のとこに移ったり移動していきますから、ずっといたわけではないんですけども、なんかね
上野の山で被災民の中で70何人も赤ちゃん生まれたそうですよ。へえ、そうなんですか。いや、あそこはね燃えなかったんですね。それはなぜかって言ったら上野の森だから、うん、木がいっぱいありましたし空地もあったので上野駅までは焼けたんですよ、うん、下真下ですよね。で、池のあの山の中にもちょっと時和花壇っていう料亭が一軒焼けましたがみんなで消し止めて、はい、で結局あそこは助かったんでですよね、うん、いやそれでですね先ほどご紹介させていただいたこのね怪盗大震災に学ぶのその24の中で、この被害の24区のね、あ、24区じゃない、テイト消失地域のね区域を紹介されてますが、これが実は原本が、そうなんですよ、これ出てきたんですけど、はい、これすごいですね。これあの当時ね私もいろいろ見せてくださもらったんだけど、あのお年寄りはそのなんか記念はがきみたいのでものすごい惨状が、ね、関東大震災、これはなんて言われるでしょう、写真時報、写真時報なんですかね、うん、大震災画報ですね。あ、画報ですね。これはね9月28日にもうできてるんですよ。待ってください、9月1日が大震災であってもう18日だと2週間ちょっとぐらいですね、2週間よ、まあ、1ヶ月経たないうちにね、はい、できちゃってるんですよね。うわ、で、まあ、いろんな悲惨な写真が載ってますけども、例えばこれなんかはあの、はい、尾張町っていうから今の銀座4丁目。あ、銀座、うん、だから銀座もあの京橋区ですね、けど京橋区、日本橋は日本橋区、はあ、今の中央区は全部焼けてます。だからなんか東京大空襲の跡とも重なるような ね写真ですよね。だからこのよく見ると分かるように、はい、こうですね、東側のあの区は全部焼けちゃって、はい、まあ、後期は残ってですね、だからあと小石川区とか、はいはい、まあこれは今の文京区、それから新宿区とか、ここにね、あの港区ですね、はいはい、この辺は焼けなかった、無傷だったんだけど、昔の区の名前と現在だいぶ違いますね。その時はね15区だったんです。15区だったんですね、うん、で15区が2つずつまとまって下谷区と本郷区で台東区とか小石川区と本郷、うん、あ、ごめんなさい、下谷区と浅草区で台東区で、本郷区と小石川区で、うん、あの、うん、文京区になったりしてるんですね。新宿区とかもあったんですね。新宿区はないですよ。新宿区はない、あれ牛込区と、っ牛込区と横津屋区が一緒になって新宿区になる。ああ、そうなんだ、うん、その後ね、そうそうそう、だからそんなで、それが全部東京市ですね、はい、で東京市とその外側が今の荒川区とか多分あの北区の方は北豊島郡って言って府内ですけど、東京府なんだけど東京市ではないんですね、はい、まあ、そっちの方も含めてかなりな被害はあったんですね、はい、非常に貴重な資料ですよね。そうですね、はい、それでですね、はい、テイト消失区域だけでなくですね、この、 あの冊子あるいはこの関東大震災のこの本の方にもですね、はい、大震災に関連してのですね非常に貴重なあのリード文が掲げられているので、うん、これをご紹介させてください。ですか、はい、どうぞ、はい、戦争は人災である、地震は天災である、戦争は人間の手で防げるが、失礼しました。地震は大自然の営みなのである。大正12年9月1日の関東大震災、あれから67年、当時を知る人も少なくなり、避難訓練もいまいち気が入らない私たち。技術を過信して高層ビルは次々と建ち、足の元には地下鉄、地下街、地下駐車場、高速道路には車がいっぱいの東京。万が一関東大震災クラスの地震が起きると死者8万から15万、東京圏内の建物の 30% が焼失と国土庁は推測している。狼少年になる気はないけれど、前回種線地域は大丈夫だったとのんびり構えていてもいけません。まずもって歴史に学ぶべし、そして地球の声に耳を傾けるべし。9月1日には家族で種線を魚に地震について話し合い、避難
経路や、持ち出し袋を点検していただければ幸いですと。非常にこれ貴重なですね、いやそれなんかポイントをね紹介されてると思います。私がまだ30歳ぐらいで書いてるから、かなり幼稚で幼いもんですけど、その時の情熱というかね、はい、危機感はね伝わってくるんですね。ですよね、うん、そしてこの本の冒頭でもですね、あれですよね、この、寺田トラヒコさんの災害は忘れた頃にやってくると、うん、まさにそうですよね。そうですね。だからみんなやっぱりあんまりこう危機感がなくなってきてるんですけれども、うん、やっぱり関東大震災100年でもうちょっとこの盛り上がるかなと思ってね、はい、まあ結構図書館とか博物館なんかはうちの地域の、はい、大震災っていう特集をやったり展示をやったりしてくださったんだけど、はい、まあ、その後ほらウクライナのこともあるし、はい、ガザの ね今またイスラエルの侵攻が始まったりして、なんかそっちの方にパーって行かされちゃって、うん、でみんなやっぱり身近な危険についてもね、そうですね、分からなきゃいけないと思うんですけども、はい、まあ、聞き飽きをしてて、いっぱい気がついたことは、うん、まずですね、ライフラインですね。あ、ライフライン、うん、これはね、すぐに水道は止まったんですよ。あ、水道は止まるんだ。だから水は使えなくなっちゃう。はあ、それは飲み水も困りますけど、うん、火を消すこともできない。できないんですね、うん、だからそれで面白い話がね、この聞き飽きしたんであるんですけど、はい、プールに水が張ってあったんですね。あー、プールね、小学校の、はいはい、それで最初みんながね、あんな人が泳いだよなプールの水なんて嫌だよって言ってたんだけど、結局あっという間にみんなそれを水飲み水に汲み出して、飲み水にね、うん、やっぱり使っちゃったっていう話、ね、なければもうそうなりますよね、でまだね東京市内でも全部に水道が普及はしてなかったんですよ。それで川の水とか井戸の水とか使ってたとこもあったんけど、神戸の震災でも川の水が使えたところは消防できたんです、うん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 、だから近くに水があったかどうかって大きくて、あ、そらそうですよね、じゃあ私たちの町がなぜ助かったかって言ったら、はい、忍ばずの池の水使ったんです。ああ、そうなんですね、近くにあったんですね、うん、忍ばずの池が。だからやっぱり池がそばにある、川がある、つか守りがあるってことはすごく大事なんですね。それからあとやっぱり樹木ですね。樹木、うん、だから上野公園もやっぱり樹木があったから、そこで雨宿りもできたし、雨宿りもね、うん、人をこう助けてくれる木、切って倒れませんからね、地震になっても、うん、それでそれからそれがやっぱり水気があって焼けないから、だから広場みたいなところはバーってこう、うん、火が抜けちゃうんですけども、うん、だから逃げたとこはみんなそういうとこですね。皇居前広場が20万人かな、30万かな、まあ、広いですからね、うん、それから、はい、あの辺も木がありました。それから神宮外苑、これすぐそばですけど、うんうん、神宮外苑もまだできてなかった、完成の直前だったんですけど、はい、やっぱり5万人ぐらいはあそこで助かってます。そうなんですか。だからやっぱり東京の都心に、うんうん、ね、そういう緑地があるってことは。ただ関東大震災の時火災もかなり起きたと思いますが、山火事はそれほどではなかったんですかね。山のっていうか緑のあるところはそんな燃えてないです。ああ、そうなんですね。あれは燃えたところはもうはっきり住宅、うん、下町のやっぱり木造密集地域ですね。ああ、密集地域だったんですね、はい、それで特殊特徴的なことは、うん、例えば 3.11 だったらほとんどの方は流された溺死ですよね、はい、あ、歴史ですね。神戸の震災は圧死です、うんうん、で関東大震災の特徴は全部焼死です。焼死が大部分、うん、ほとんどです。圧死とか歴史はそれほど少なかった。そういうことではない。まあもちろん橋が燃えてきちゃって隅田川に落っこって溺死したとか、うんうん、そういう例はありますけども、うんうんうん、ほとんど足がでも少ないというのはちょっと意外ですね。木造が多かったから、まあ、それもあると思いますね。むしろそれで聞き飽きして出てきた言葉で私が印象深いのは、とにかく地震が、まあ、かなり揺れて長く揺れたんだけど、土煙が立ったっていう話は皆さん多分、はい、されるんですか、うん、それで、ね、壁が落ちるんですね、うんうん、昔のその頃の家っていうのは小舞っていうのをこう竹を組んで、はい、そこにこうベトベトをこう粘土みたいなの貼り付けて壁作っていったりするんで、うん、それがもう乾いたのがもう
揺すられてザーッと落ちるんですね。だから食べてちょうど お昼直前ですから、うん、ご飯食べてたところに土煙がとか黒いものがいっぱいついたとか、そういうことを言う方多いんですね。ね、11時58分ですからね、もうお昼、ね、それが火災が起きた原因でもあるんですよね。あ、ちょうどみんなね、うん、作ってたっていうね。そうでね、まだこの時はね、ガスとか電気も普及しきってないんですね。だから結構私たちも子供の頃、薪弱い、そうそう、薪でとか、はい、練炭 ですよね、お鍋かけたりしてましたよね、はい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 、七輪とか、はいはい、コークス、七輪は僕も経験しております。はい、そうそう、しっかり年が分かります。お互い同い年うちも羽釜で炊いてましたもん、最初はね、はいはいはい、だからそういうふうな本当の火を使ってるものが多かったんで、それからほらお店屋さんで天ぷら揚げて売ったりしてるじゃないですか、下町は。それに火がつく、はい、っていうので焼けた火事が出たんですね、はい、火事は140何箇所かなんか出て、はい、それを70箇所ぐらいバーッと消し止めたんだけど、消し止めきれなかったところからどんどん延焼してたんですね。やっぱりですね。でその日が、まあ、しかも風が強かった。ああ、そうなんですか。風も強かった。210日のほら台風の来る日ですから。ああ、そうなんだ、うんうん、台風も近かったんだ。それでその日のね、火が迷走するんですね。火の向きが変わっちゃったり、風の向きが変わるとこっちに焼けそうだったらこっち行っちゃったりとか。あ、じゃあどっちに逃げていいか分からないですよね。分かんないです。それから大きな火が出たのではうちの近くでは、まず東京大学、うん、東京大学構内に逃げていった人も多かったですよね。ここにあんま逃げたかな。応用科学教室っていう化学薬品使ってるところで火が出ちゃって、はいはい、あ、そうなんですか。法文教室、この中にもね、書かれてましたよね、はい、紹介されてましたよね、はい、それからあとなんだっけ、東洋一と言われた図書館が焼けちゃったんです。そうですか。で、あの図書館の火が遠くの日暮里のあたりまで飛んできたらしくて、はい、なんかそのラテン語が書いてある紙が燃えているのが飛んできたっていうのを、誰だっけ、野上八重子さんっていう作家の方が書いてますね。ああ、有名な方ですよね。ああ、そうですか。それから、ただし、東大はですね、偉いことに、東大の中でだけで火を止めてくれたんですよ。うんうん、それはまた縁にずっと木があったこととか、はい、それからレンガの塀が建てたことで、火が東大から出なかったんですね。うんうんうん、それから小石川の砲兵工廠って、はい、これ今のドーム球場とか、あるとこですけど、あそこも、火は出たんですけれども、うん、あそこから出なかったんですね、うん、まあでもあとみんなが本当に必死の消し止め消火作業を町の人たちがやったってことですね、うん、それでですね、お亡くなられた被害に遭った方の中で先ほど少ないと言われたその溺死した吉原の遊女たちっていう、はいはい、これご紹介されましたけど、はいはい、これはどういうことだったんですかね。それは吉原っていうのがまだその当時はあって、遊郭で結局籠の鳥っていうか、はいはい、吉原の四角いこのところに、はい、まあそれは竹比べっていう樋口一葉のね本でも分かるけど、うんうんうん、お歯黒ぶっていうドブを巡らして、はい、そう遊女が逃げられないようになってた。でその遊女をでも避難しなきゃいけないんで、うん、その監視付きで、うん、遊女を帯かなんか持たせて、うん、みんな逃げないようにね、逃げないようにしながらこう誘導したんですけど、近くにあったのがその吉原弁天様っていうのかとこで、そこにみんな連れて行って、やっぱりそこですごい焼死しちゃったんですよね。そういうことだったんですね。かわいそう、本当かわいそうですね、はい。でコラムの永井荷風さんのですね、江戸と明治の終わりのところで少しですね遊女に関連して、はい、295ページで少し紹介していただいているのが、うん、その亡くなられた遊女の方も含めてこの上官寺の投げ込み寺に、そうですね、1000人近くですか、800か、はい、
もう今もそこに祀ってあるのかな、もうこの上巻寺ってのは投げ込みって言って、はい、江戸時代から吉原があった時に、うん、遊女ってものすごい体を酷使される消費財みたいなもので、結局お客をたくさん取らされて病気になったりして、もう本当に二十歳かそこらで死んじゃうんですね。平均寿命が戒名と年齢見ると21だとか、あ、21って書いてますね、うん、そのぐらいで亡くなっちゃうんで、その人たちのお墓があるんですね。そして その数が2万、全体で2万5千人 で、 そうです、ね、関東大震災の時は、まあ、ここでは、まあ、一般の住民も亡くなってますけど、数百名は亡くなったんじゃないですか。でここに葬られたということなんですね、はいはいはい、そういうこともあったということですね。それは浅草の辺ではもう一つ面白いのは、はい、面白いって言っちゃいけないんだけど、十二階っていうね、はい、今でいうスカイツリーみたいな、当時としてはすごい高い塔みたいのが、浅草十二階っていう有名な、うん、高いのがあったんですね、うん、エレベーターがあった塔みたいのがあって、はい、エレベーター持ったんだ、うん、それがねポキッて折れた、上の3分の1ぐらいが、いや倒れなかったけど、ポキッと折れて、うん、で上にいた人はパラパラって落とされたんだ、一人ぐらいなんか助か、なんか看板に引っかかって助かって、あとの方は亡くなったみたい。あ、そういうこともあったんですね。 でもそれはもう使い物にならないから、ずっと後になって工兵隊が来て、工兵隊ってのはなんかそういうこと工作する、ね、兵隊さんたちが来て爆破だが壊したんですよね、うん、それがありますけども、まあそれはそういうのはまあ事件ですけども、うん、もっと大事なことは普通の人がどういうふうにその日行動したかってことで、うん、結局うちの地域ですとあんまりこう火事はなかったので、お互い出てきて、おお、よかった、無事でよかったって、あなたも無事でしたかみたいな感じでお互い喜び合ったって言うんですよね。であとでも潰れちゃった長屋とかがあるから、そういうとこに行って急いでみんなで助け出して、はい、大体助け出せてるんですよ。ああ、そうですね。でも水は止まっちゃってるし、どうしていいかわからないじゃないですか、はいはい、だから夜をどう過ごすかですね。でみんなとにかく今度は一旦揺れが止まったら、それさっきのじゃないけど土煙が立ったかと思ったら、瓦も全部ね、川のように流れるように落ちちゃったって言ってるんですね。それで、うん、そういうのにぶつかって頭がやられたりしないようになって、落ち着いたなと思ったら危ないからまた余震があるから外で寝ようって話になるんです。でみんな余震がありますよね、うんうん、だからそのお屋敷町の人たちは何百坪もあるから、うん、じゃあお庭でご飯食べましょうって言うんで、ちょうちんともして自分の家の庭かなんかでご飯食べたり、はい、まあ、避難してくれる人を止めたりしてるんですよね。で下町のそういう庶民の町の塔はもう市電が止まっちゃってるんで、一番安心なのは市電は鉄でできてますよね、うん、だから市電の中に入ってそこで一晩過ごしたとか。ああ、やっぱそういう方もね、うん、多かったんですね、うん、だけど真っ暗になっちゃったらもう、だからまずね、みんな頭がいいですね、すぐに食料が足りなくなると思ったんで、はいはい、お店屋さんにいて端から全部買い占めちゃうんですよ。あ、だからビスケットも買えなくなったりとか、パンもね最初は売ってたけどあっという間になくなったとか。だからろうそくとかね、なくなったんですよね。そうするとどうなりますか。もう怖いでしょ、真っ暗で、ね、うん、そこで情報全くないんですよ、うん、携帯はないですね。ないです。テレビないです。ラジオは少しは、あ、ラジオが放送が始まるのは関東大震災の2年の後。そうなんですね。僕はラジオあったのかと思ったらラジオはないんですね。だから情報不定ですよ。情報空白です。ラジオもなければね。それがああいう流言飛語が湧き上がって、流行ったね、ああいうなんていうかとんでもない暴力が行われた、はい、一つの原因でもありますよね。いますね、はい、それで今からその話にも少しですねお聞きしたいと思っています、はいはい、この5本の中でも紹介されているのが自警団の結成の経緯のところとですね、うん、その関東大震災で被害に遭ったっていう意味は震災に乗じて殺された人々ということで、うんうんうん、